大丈夫です。あの普通にもう外ですんで、そんな、ね、寝起きドッキリとかじゃないで大丈夫です。もうあの我々が出勤したらですね、もうことがほぼ完了している状態でございましたので、そうですね、あのよく YouTuber のあるあの今緊急で動画撮ってますそうですね、緊急告知みたいな緊急で動画撮ってます、重大動画みたいなやつですね。こちらですね、はい、今私の視線の前にあるこちら、はい、先日ご紹介したレカロの、はい、レカロの看板をご紹介です。おはようございます。おはようございます。レカロの展示場を増やしましたということで、トレーラーハウスを少しご紹介しましたけども、はい、カロさん、イベントに向けてレカロフェアが開催されますけど、はい、そうですね、あと1週間ちょっとで、はい、1週間ちょっとですね、はい、イベントに向けて装飾もちょっと、まあ、イベントに向けてというか、まあ、今後ですね、はい、これはずっとあの、ね、この状態になりますけれども、はい、今回、まあ、いい機会にですね、はい、展示場を増やした、かつ、まあ、こうやって本格稼働ですね、当社もレカロに力を入れていくぞという、そうです、もう姿勢がもう看板に現れております。はい、はい、いかがですか、レカロさんのですね、はい、レカロの、まあ、やっぱこれ、まあ、ブランドイメージカラーって言いますか、ね、そうですね、まあ、通常上りでいきますと黒にブラックにホワイト、はい、ホワイトバックにブラックっていう、まあ、大体どっちかっていうことですけど、はい、ちょっとね、あの質感を上げるためにはいシルバー文字で、そうですね、これはもうレカロさんにもはい、許可をはい、出ております。ちょっとこの角度だと分かりづらいかもしれませんけど、はい、まあ、近くで肉眼で見ていただくと文字がシルバーになっているのがお分かりいただけるかと思いますので、まあ、当社はですね、国道沿いになりますから、まあ、もちろん当社のお客様以外の方もですね、まあ、なんかあるなっていうのを見ていただけると思うんですけども、レカロというご興味ある方、まあ、ご存知の方はですね、あ、ここで買えるんだという、まあ、一つ認識をしていただけるかと思いますので、はい、地域の皆様やこの国道沿いを通られるお客様がですね、このレカロの文字を見て、まあ、気軽にこのブースに立ち寄っていただいてですね、はい、シートを資材いただけるようにご準備しております。はい、はい、もう一回ちょっと中ご案内します、はい、あ、以前の動画で、はいはい、少しだけご紹介したと思うんですけども、はい、まあ、せっかくですので、まあ、初めて動画ご覧になる方いいですか、お見せしたい、はい、あ、随分なんかいい感じ、はい、そうですね、綺麗に、はい、ちょっとまだマットは引いてませんけれども、はい、はい、あとここにマットを引くと、はい、電気も引いてですね、あとエアコンもついております。はい、ですから、まあ、レカロトラック相当ぐらいのですね、資座、はい、できますので、この今回のフェアに合わせて、はい、当社が入荷したまたビニールをかぶってるシートもあるぐらいですので、はい、そうですね、まだまだたくさん新品シートがございますので、こちらはぜひ見たり触ったり座ったりしていただきたいなと。そうですね、14脚でしょうか。そうですね、はい、準備しております。それでは、はい、川野さん、あちらレカの看板ですね、はい、はい、もう売って完了しております。ありがとうございます。いよいよ来週ですね。はい、はい、そうですね、はい、あの1点だって、あのまだライトアップされてませんけれども、あ、はい、はい、まあ、日中ですからレカのフェアは、はい、はいはい、いよいよ来週の、はい、9日10日、はい、この2日間でですね、レカのフェアを行います。はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、気になるですね、先日発表したリツイートキャンペーンがすでに終了しておりまして、はい、価格、はい、フェアの価格はどうなったんですかっていうところのご質問があるんですけれども、はい、いかがでしょうか。今回リツイートキャンペーンですね、件数でいうと100リツイート到達いたしました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと高めのハードルを設定しておりましたので、ちょっとあの思ったより高すぎたかなっていうところで、はい、はい、あの次回からのリツイートキャンペーンはですね、あの今回の内容を加味してですね、踏まえて、はい、はい、決めていきたいと思います、はい、で、今回のフェアの内容としてはですね、リツイート数100だとですね、工賃半額となっていたんですけれども、大変皆様ですね、ご協力をいただき100リツイートまで行きましたので、レカロ担当のよろずから、シートレールも半額でいいのではないかと、はい、そうですね、まあ、感謝の気持ちを込めて、はい、そうですね、はい、はい、皆様の、まあ、熱い希望もあると思いますので、今回、はい、工賃レール半額とさせていただきたいと思います。はい、まずあの気軽にお越しいただいてですね、資材いただいてお見積もりを、はい、シートのお見積もりをご準備いたしますので、はい、そこでご検討いただきたいと思っております。はい、はい、そして来場者特典も予定通り、はい、予定通り、はい、お好み焼きを、はい、はい、プレゼント、ハーフサイズですね、ハーフサイズを、はい、はい、こちらもですね、毎年、まあ、この暑い時期に毎回やってるんですけれども暑い中食べるこのお好み焼きが美味しいんですよね。そうですね、はい、
ぜひ、堪能していただければと思います。こちら来場者特典ということで、はい、お越しいただくとですね、はい、お好み焼きプレゼントさせていただきます、はい、そして、まあ、レカロフェアとはちょっと話がずれますけれども、はい、先日関東遠征2022サマー開催をしてですね、はい、たくさんのお客様にコンピューターを入れていただいて、はい、ECU のですね効果を体感いただきました。そして地元我々この福岡でもですね、やっぱりコンピューターのフェアってちょっとやりたいなっていう私の熱意もございまして、はい、でヨルズさんにもご相談させていただきまして、はいはい、松尾のゴーサインが出たということで、そうですね、けれども私が松尾に相談してゴーサインいただきました、はい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 、ということで今回、はい、土曜日、初日の土曜日ですね、はい土曜日、はい、7月9日土曜日限定で、はい、SWK スポーツ ECU 書き換え 5% オフ、来店のみですね、来店のみ、はいはい、というイベントも同時実施させていただきます、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、毎回そのおめでとうございますがよくわかりませんけどで、まあ、ちなみに ECU はどの車両でも、まあ、3231ジムニー、そうですね、はい、はい、あの 5% オフ対象とさせていただきたいと思います、はいはい、で、あくまでこれは新規書き換え、そうですね、限定ということで、はいはいはい、新規書き換え限定で 5% オフという実施をさせていただきますので、はい、まあ、特に、まあ、JB64W のジムニーですね、はい、DA17 のエブリ、この際最近よく動画でも上げさせていただいておりますが、非常に注目度が高い ECU となっておりますので、ぜひ店頭にお越しいただいて書き換え 5% オフで実施させていただきたいんですが、こちらはですね完全予約制とさせていただきます、はいはい、あのレカロフェアに関してはですねスタッフもたくさんおりますし、まあ、シートもたくさんありますから、来ていただいた順にどんどんですね資材いただけるんですけれども、コンピューター書き換えに関しては人員もかけられておりますので、公式 LINE SWK 公式 LINE もしくは SWK オンラインネットショッピングのメールお問い合わせフォームからですね、9日の、まあ、何時頃が希望だということで、このコンピューターを書き換えたいという内容をご記載いただきますとですね、ご予約受付という形で答えさせていただきます、まあ、当日来ていただいて悩んでいただいたお客様もですねできないことはないかと思います。あのスケジュールによってはできますけれども、はい、ちょっと優先としては予約優先とさせていただきますのと、あとはですねせっかくですのでレカロシートが入った当社のスタッフの車両、はい、かつまあコンピューターも入っている車両、まあ、私の車であったりとかありますけれども、こちらもまあご試乗いただけるように準備をいたします。はいはい初めて聞いたみたいな大丈夫で す, 大丈夫です。ちなみに当社はレカロシート入ってるスタッフの車の方が多いですね、はい、そうですね、はい、多いですね、はい、ということで、はい、ちょっと今ちょっと話の振り方が下手くそですね、はい、ちもうちょっとあの広げる方向で話せばよかったですね、はいはい、です、はい、ですので、まあ、実際ですね、スタッフの車がどんな風なカスタマイズされてるかというのも体感できるかと思いますので、はい、ぜひですね、ご試乗したい車両ございましたらですね、はい、気軽にお声掛けいただければと思います、はいはい、いずれにしてもですねまずは7月9日10日に、はい、当社に足を運んでいただくといろんないいことがありますので、お好み焼きも食べれますし、はいはい、コンピューターも試乗できますし、はい、レカロシートも座れると、はい、いうことでですねまずは遊びに来ていただきたいと思いますので、はいはい、気軽な気持ちで、はい、気軽な気持ちで、はい、たくさんのお客様のご来場をお待ちしております、はい、ということで、はい、ということで今日この辺りでお別れです。さよなら。